はい、皆さんこんにちは、カシーチャンネルのカシーです。今日はですね、サッカー日本代表でスコティッシュプレミアリーグのセルティックに所属する古橋亨梧選手のツイッター新年1年目一発目の1月元旦にツイートされたツイートに関する海外のサッカーファン、セルティックのファンの反応がもうすごすぎた、もう愛され古橋選手愛されすぎでしょみたいな感じで、もうめちゃめちゃリプライがあったので、それを一つ海外の反応として紹介していきたいと思います。古橋選手は簡単に説明すると、今シーズンからセルティックに所属して、スコティッシュプレミアリーグだと8点で、リーグ戦だと8点で、カップ戦だと、スコティッシュのカップ戦だと3点、ヨーロッパリーグだと5点取ってて、計16点取ってるんですね。で、1年目としてこのフォワードで16点シーズンで取る、もう現在途中、1月始まったばか、2020年始まったばかりで途中ですけども、すごい成績なんですね。これも本人も言ってましたけど、こんなに早く馴染めるとは思わなかったっていうふうにコメントもしてます。で、早速その古橋選手、こんな大活躍の古橋選手の海外の、おそらくそのスコットランドセルティックのファンの反応をちょっと見ていきたいと思います。で、元々のツイートがこちらですね。日本語で、まあ、ね、明けましておめでとうございますと、いつも応援ありがとうございます、感謝の気持ちを忘れずに今年も自分らしく頑張ります。で、英語でしたに、ハッピーニューイヤー、 Thank you for your support always, I will do my best here without forgetting my gratitude、 日本語の、まあ、翻訳、日本語をそのまま英語にした意味で、まあ、なんか岩の上で、なんか川の岩の上でなんか登ってるシーンがあって、釣りしてるのかなと思ったんですけど、よく見たら違うみたいな感じだったんですけども、これに対してもいいねが1万以上ついてて、で、まあ、リプライももちろんたくさんあると。で、ちょっと見ていきたいと思います。この人なんかは、Happy to have you as part ofof the Celtic family, take care of yourself, 強豪 There are many rocks to climb, but the reward are worth it、あなたをセルティックの一員として、持つことに、であることはすごい嬉しいです、お体に気をつけてね、強豪と。 There are many rocks to climb, ちょっと発音がちょっと違うかもしれないですけど、たくさんの、登るための岩と、まあ、壁ですよね。要するに壁はたくさんあるけども、リワードは worth it、これは登る、それはその価値があるよ。要するにたくさんこれから多分壁があるけど、それ登る、その壁を乗り越えてってねみたいな感じで、すごい あれですよね、あの応援みたいな、まあ、ちょっと洒落た応援みたいな感じで言ってます。で、この人なんかは You are a very humble man, 強豪、あなたすごい謙虚な人だよね。 You have a fantastic attitude, あなたはもうすごい素晴らしい、態度というか姿勢を持ってて、だけど、だから、そして Just continue what you are doing、ただあなたのしていることを続けてください、もうこのまま続けて、進み続けてねってことですよね、そして We will continue to show our gratitude、私たちも、感謝のを示し続けていくよって、では Keep yourself during this winter week、冬のお休みの期間、気をつけて、お体気をつけてねみたいな意味で、すごいこの人も、まあ、すごい丁寧ですよね。最後になんかクローバーのマーク、セルティックのマークの絵文字なんか書いちゃったぐらいにして、ちょっとすごいおしゃれですね。で、まあ、ちょっと番外編なんですけど、この人は That water is too shallow for diving ってやってるんですけども、その水、まあ、意味としてはその水ダイビング飛び込むのには浅すぎるよって意味なんですけど、これはあの多分ジョークだと思うんですけど、古橋選手がその最近そのダイブが多いっていう批判を若干受けてた時期がありまして、それに対してここでダイブの練習しちゃいけないよみたいな皮肉だと思うんですよね。皮肉っていうか、まあ確かにここでダイブ川飛び込んだらもう怪我するよみたいな感じで、まあ洒落たツイートもあります。洒落たというか皮肉混じりのツイートもありますね。で、この人はなんか画像ですね、モフモフのなんかぬいぐるみの画像で、ハッピーニューイヤー、新年おめでとう、新年おめでとう、だけどこれがあなたはするべき、
過ごすべき姿ですよみたいな、まあ、要するに多分この画像でもうなんか休んでって意味だと思うんですよね。家になんかずっともうこのまま休んでくださいっていう意味だと思うんですよね。これ59いいねついてて、もしかしたらちょっとこれ違う意味もあるかもしれないんですけど、まあ多分休んでってことだと思いますね。このキャラクターモフモフのキャラクターはちょっと意味が、もしかしたらあっちの現地だと意味あるのかもしれないんですけど、ちょっと多分僕には分からなかったです。で、Love you、 この人 Love you Sweet Prince、 もう Sweet Prince、 もうそのまま Sweet Prince 王子様みたいな、愛してるみたいな感じで、もうめちゃめちゃ大好きじゃんっていう感じですね。で、最後にこの人は Happy New Year Kyo Help the Japanese players settle in and go win the league。 これはあの日本人がセルティックに3選手、加入が決まったんですけども、その新しい日本人たちを助けてあげてね、そしてセトロイン、なんでしょうね、セトロインって落ち着かせるというか、その慣れさせてねみたいな、うん、手伝って慣れさせて、その場所馴染ませてあげてねと、Go win the league、 まあこれは単純に、そしてリーグを勝ってくれっていう意味ですよね。まあこれももうすごい期待が困ってますよね。こんな感じで今紹介しきれなかったんですけど、めちゃめちゃあるんですよ。ありすぎるんですけど、まあ一部抜粋して紹介しました。ということで、古橋選手もセルティックファンにはもう愛されてるのがもう分かりますね。はい。でこっから僕としてはやっぱセルティックとは次プレミアなのか、まあ、ブンデスなのか分かんないですけど、ステップアップしていってもらいたいっていうのはやっぱり日本人ファンとしての願いですよね。はい。はい。ということで、今日の動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。僕の動画で、チャンネルでは、サッカー関係とか英語関係の動画上げてますので、ぜひそちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。